太陽系外衛星とは、太陽系外惑星や、その他の恒星ではない太陽系外天体の周囲を公転している衛星である。単に系外衛星とも呼ばれる。太陽系内の衛星に関する、これまでの研究からは、惑星を持つ系において、衛星の存在は一般的であることが予想される。これまでに発見されている、系外惑星には、ガス惑星が多く、 太陽系内のガス惑星は多くの衛星を持つ。そのため、系外衛星も同じく普遍的に存在するだろう、考えられている。現在の技術では、系外衛星を直接検出し確認することは困難だが、2020年の時点でケプラーなどによる観測から間接的ではあるが候補天体が複数発見されている。伝統的な用法では、衛星とは、 惑星の周囲を公転する天体のことであるが、褐色矮星の周囲に惑星程度の大きさの衛星が発見されると、惑星と衛星の違いが不鮮明になった。この問題を解決するために、国際天文学連合は、恒星や恒星残骸の周囲を公転しており、真の質量が重水素の熱核融合を行う、限界質量以下である天体が惑星であると宣言した。 熱核融合の限界質量は太陽程度の金属量の天体で約13木星質量と計算されている。国際天文学連合の定義はこれ以下の質量の天体はその形成の過程に関係なく惑星と呼ぶということを示していた。太陽系外衛星はこれまで直接検出されたことがなくまた間接的な検出が確認されたものもないため、 その性質はまだよくわかっていない。しかし、それらは太陽系の衛星のように変化に富んでいると考えられる。ハビタブルゾーンにある太陽系外の巨大惑星の周りの地球程度の大きさの衛星には生命が存在する可能性がある。衝突によって形成された地球型惑星の衛星のうち恒星に比較的近く、なおかつ惑星と衛星の距離が離れている場合は、 恒星からの潮積力の影響によって、衛星の軌道平面と惑星の軌道平面は揃っていると考えられる。しかし惑星と衛星の距離が小さい場合は、傾いた軌道平面で交点している可能性もある。巨大ガス惑星の場合、木星のガリレオ衛星等のような比較的大きな衛星は、中惑星円盤の中で形成されたと考えられる。 この場合は衛星の軌道平面は惑星の赤道面に沿ったものになる。ホットジュピターなどのように恒星の近くを円軌道で交点する惑星の場合、超積力によって惑星の時点は減速され、超積固定された状態となる。惑星の時点周期が長いほど、その惑星の周りの同期軌道の判定は惑星から遠くなる。構成に潮汐固定されている惑星の場合、 惑星の時点と衛星の交点が同期する軌道距離は惑星のヒル球の外部になると考えられる。これは同期軌道の半径が大きくなることに加え、恒星に近いほど惑星のヒル球のサイズも小さくなることが原因である。ヒル球とは惑星からの重力が恒星からの重力的な影響を上回り、衛星が安定的に存在できる領域である。また、 惑星の同期軌道よりも内側に存在する衛星は、潮汐力によって惑星に向かって、内側に落下する。そのため、同期軌道が、ヒル球の外側にあるような状況である場合、すべての衛星は惑星に落下してしまうことになる。また、同期軌道が三体安定ではない場合、この半径より外に衛星があったとしても衛星が、同期軌道に到達する前に惑星を周回する、軌道から離脱し、 衛星ではなくなってしまう。超積力による、境外衛星への影響に関する研究では、これらの効果が短周期惑星の周りでの、境外衛星の発見がないことの理由である、可能性が指摘されている。土星に似た、太陽系外惑星の周りを公転する地球に似た、太陽系外衛星の想像図直接、間接的に検出されている、太陽系外衛星は、まだないが、 多くの太陽系外惑星の周囲で理論的に存在が推定されている。ドップラー分光計により多くの太陽系外惑星が発見されたが、この技術では太陽系外衛星を検出することはできない。なぜなら、惑星と衛星の運動の影響による恒星のスペクトルのドップラーシフトは、恒星の周りの単一点の運動による影響と完全に一致するからである。そのため、 太陽系外衛星を発見するための別の方法が次のようにいくつか提案されてきた。直接撮像法は天体からの放射光や反射光を直接撮像、観測で捉える手法である。系外惑星の発見手法としても広く用いられているが、恒星と惑星の明るさに大きな違いがあり、またサイズも大きく異なるため、一般に観測上の困難を伴う。これは、 形外衛星の検出においては、さらに重大となる。しかし、形外衛星が潮積力によって強く加熱されている場合は、理論的には、形外惑星と同程度の放射を持つ場合がある。潮積加熱を受けている例としては、木星の衛星用があり、潮積加熱を熱源とした活発な火山活動を起こしていることがわかっている。衛星が強く潮積加熱を受け、 また衛星からの放射が恒星に隠されないような十分な遠方の軌道で惑星が好転している場合はジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような将来の観測装置によって撮像できる可能性がある。これは恒星の視線速度の変動から惑星の検出を行うのと同様に惑星自身の分光観測からスペクトルを取得しその変動から惑星周りを好転する天体を 検出するという手法である。これまでに、系外惑星のスペクトルの取得は、部分的には成功している。このスペクトルの精度は、構成のスペクトルよりは、観測におけるノイズの影響を受けやすい。そのため、現時点では、系外惑星自身のスペクトルの分解能や、スペクトル中の特徴の数は、ドップラー分光法を用いて、衛星を検出するための水準よりもずっと低い。 惑星の磁気圏からは衛星との相互作用に伴って電波が放射される場合がある。例えば木星の衛星イオの電離圏は木星の磁気圏と相互作用を起こして誘導電流を発生させ、その結果として電波放射が起きる。木星の場合は主にデカメートル波長の電波がこれに対応する。これと同じ現象が衛星を持った系外惑星でも発生すると考えられ。 太陽系近傍の系外惑星からの電波放射を検出することで衛星の存在が示唆できるとする理論も存在する。太陽系外惑星を検出する手法の一つである重力マイクロレンズ法を用いて系外衛星を検出するという手法である。この手法は自由浮遊惑星を公転する衛星候補天体の検出報告で用いられている。そのため、 これに類似した天体であれば検出できる可能性がある。ただし、一般的な意味での衛星をマイクロレンズ法で検出するのは非常に困難である可能性もある。0.3対応質量の構成の周りに活質量の衛星を持った地球質量の惑星が存在する状態を想定したシミュレーションでは衛星による重力マイクロレンズ効果が高度曲線に及ぼす影響は 極めて不鮮明になることが指摘されている。2008年にはパルサータイミング法を用いた系外衛星の検出が提案されている。これはパルサー惑星の周りを交点する衛星をパルサーからのパルス周期の変動から検出しようという手法である。パルサー惑星 PSRB1620 から 26B に安定な衛星が存在すると仮定してこの手法を 適用した場合、衛星と惑星の間隔が惑星とパルサーの間隔のおよそ15分の1で、かつ衛星の質量が惑星の5%以上である場合は、パルサータイミング法を用いて検出可能だと推定されている。これは、境外惑星のトランジットの時刻や継続時間の変動から、境外衛星を検出する手法である。トランジットタイミング変化法は、 形外惑星の検出や特徴づけを行う手段として広く活用されている手法であり、ある惑星がトランジットを起こすタイミングが付近にある別の天体の影響でわずかに周期的にずれる現象を検出するというものである。また同様にトランジットの継続時間の変化も発生するため、これも天体の検出に用いることができる。惑星が衛星を持っている場合、惑星と衛星は 共通重心の周りを周回しつつ、構成の周りを交点することになる。そのため、その他の天体の影響を無視した場合、惑星と衛星の共通重心は、毎回決まったタイミングで、特定の地点を通過することになるものの、惑星の位置は、衛星の交点によって変化することになる。そのため惑星の TTV や TDV が発生する。 TTV と TDV を組み合わせることによって、系外衛星を検出するというアイデアは、2009年に提案された。この手法では、原理的には、系外衛星の質量や軌道距離も決定できることが示されている。また、後の研究では、ハビタブルゾーン内にある惑星を公転する系外衛星は、ケプラーによる観測データの TTV と TDV を用いることで、 検出可能だと考えられている。この手法はシンプルに、系外衛星が恒星の手前を通過する際の原稿を検出しようというものである。衛星を持った惑星が恒星の手前を通過した場合、衛星によっても恒星の光が遮られるため、惑星による原稿に加えて衛星による原稿も発生し、高度曲線上の特徴として現れる。 惑星のトランジットと同様に、現行の大きさは、衛星の半径の事情に比例するため、大きな衛星ほど検出しやすくなる。そのため、例えば巨大ガス惑星を公転する大きなサイズの衛星が存在した場合は、既存の観測装置でも、原理的には検出することが可能である。また、トランジットの最中に惑星と衛星同士の触も、起きる可能性があるが、 このような事象が起きる確率は本質的に低い。ケプラー1625ビットとケヘプラー1625ビット I の想像図 MOA-2011BLG-262L と MOA-2011BLG-262LB の想像図2013年に重力マイクロレンズ法で発見された。 天体 MOA-2011BLG-262L の周りに、境外衛星が存在する可能性があることが発表された。MOA-2011BLG-262 は自由浮遊惑星である可能性があり、その場合は自由浮遊惑星を公転する境外衛星の発見例ということになる。しかし重力マイクロレンズ法ではしばしば観測の 条件によって、その天体までの距離や、質量の推定において、複数の回が縮対することがある。質量が軽い貝の場合、これは自由浮遊惑星を公転する、海洋星程度の質量を持つ、系外衛星の検出ということになるが、質量が重い貝の場合は、軽い赤色外星を公転する木星より軽い、ガス惑星であると推測され、どちらの場合も観測された。 マイクロレンズによる高度曲線を説明できる。また、発見論文の著者たちは、後者の回である可能性の方が高いと推定している。2017年には、地球から約8000光年離れた位置にある、太陽系外惑星ケプラー1625ビットに、惑星半径の20倍離れた距離を公転する、海洋性サイズの衛星ケプラー1625ビット合いが、 存在する可能性が示された。これはケプラー案による高度曲線のデータを精査した結果、ケプラー1625ビットのトランジットの付近に衛星によると思われる別の原稿が検出されたことを根拠にしている。この天体は後にハップル宇宙望遠鏡による追加観測が行われ、2018年10月3日には系外衛星が存在するという仮説を補強する。 証拠が得られたと発表された。この追加観測では、衛星によると思われるトランジット上のシグナルの検出に加え、ケプラー1625ビットの TTV が新たに検出された。一連の観測から、もしこれが、系外衛星であった場合、木星の数倍の質量を持つ惑星の周りに、可用性と同程度の質量と半径を持つ、 境外衛星が存在する系だと推定されている。その他の候補としては、1スワスプ J14747.93 から394542.6で報告例がある。この天体の周囲には、巨大ガス惑星もしくは、褐色外星である1スワスプ J14747.93 から394542.6ビットが、 存在していることが分かっている。2016年になって、1スワスプ J14747.93 から394542.6ビットは、極めて巨大な艦を持っている、可能性があることが報告されている。艦には、土星の艦に類似した空撃構造があることが示唆されており、この空撃は、艦の内部に0.8地球質量以下の天体が、 好転していた場合に説明することができるとされている。そのため、これは、艦の構造を介して、系外衛星を間接的に検出した例である、可能性がある。その他にも、複数の候補天体が検出されている。詳細は、太陽系外衛星の一覧を参照。例えば、火星の衛星フォボスがこの状況にある。隣り合った軌道にある惑星など。例えば衛星が、 惑星の公転方向に対して後方の位置にいる場合、惑星は共通重視により先行した位置にいるため、トランジットを起こすタイミングが早くなる。ありがとうございます。